宇宙星雲 0079。 地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた。開戦当初、新型兵器モビルスーツを持つジオン軍に地球連邦軍は苦戦を強いられた。しかし開戦から11ヶ月、連邦軍もジムと呼ばれるモビルスーツの開発量産に成功。ここに至り、連邦軍は最終的な勝利をつかむために本格的なモビルスーツによる部隊を編成した。彼らの使命は、あらゆる状況下でのモビルスーツを使用した実戦データの収集であった。部隊のエースパイロット、リュウ・カジマ。彼は作戦行動中に謎の青いモビルスーツと交戦することになった。全身を青く塗装されたその機体は、なぜか仲間であるはずのジムタイプであった。有無を言わさずに攻撃してくる青いマシンに必死に応戦するユウたちの部隊。激戦の末、敵を退けたユウだったが、青いマシンとユウの運命はそれで終わりではなかった。運命は再び青いマシンとユウを引き合わせるのだ。ジムパイロットの皆さんへ緊急任務です。ポイント47で極秘任務中のミディアがジオン偵察隊と接触、交戦状態となり、ミディアは敵の攻撃により被弾、付近に不時着した模様です。現在他の部隊も現場に向かっていますが、一番近い部隊は私たちの部隊です。味方の増援が到着するまでミディアを護衛してください。それからユウ注意、あなたには皆さんとは別行動をとってもらいます。ミディアの積み荷を回収調査するため、特殊ヘリが現場へ向かいます。そのヘリを護衛してください。それでは作戦の成功をお祈りしております。なんだなんだ、ユウ一人だけ特別扱いかよ。ミディアに積まれていたものは絶対にジオンに渡すことはない。ミント、君の噂は聞いているよ、エース。護衛の任務よろしく頼む。
まだ一機いるぞ。友軍は全滅か。ありがたい。これで姿を隠す必要もなくなった。青き死神よ、このニムバスシュターゼンがエグザムの名のもとに葬ってやる。連邦の増票ともどもな。あとは我々に任せろ。さすがにこれ以上はイフリートの期待が持たん。連邦の青二歳が邪魔しよって。次に会う時が貴様とブルーの最後だ。なんだ奴は。ブルーと似た動きをしていた。もしかして奴は。新たに U の部隊に派遣された技術士官アルフ・カムラ。彼はミディアから回収された青いジム、ブルーのメカニックだった。そしてブルーのパイロットには U が指名される。謎のシステムエグザムを搭載したブルー。この死神の中で U は何を見ることになるのか。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。ミディアから回収したこいつはブルー・ディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。あんたの腕を見込んでこいつを任せるぜ、ユー。こいつは俺にもよくわからんシステム、エグザムを積んでいる。その分ジムとは比べられんほどの高性能だが、かなりのジャジャ馬でもある。しっかりと手綱を引き締めてくれ。ユー注意、私から本作戦を説明いたします。現在フィリップ少尉とサマナ順位は他の部隊とともにカリフォルニアベースに進行中です。その支援のため注意は F エリアにあるジオン軍のミサイル基地を壊滅させてください。注意も知っていると思いますが、このミサイル基地にたどり着くには強力な防御施設を突破しなくてはなりません。注意にはその施設のモビルスーツを殲滅していただきます。また
後続のミサイル基地攻略のための特殊工作隊ヘリを狙う対空砲を先行して破壊し、最後尾のヘリが通過するまで支援を行ってください。あなたとブルーでなくてはやり遂げられない任務です。頑張ってください。ユー、俺だ、アルフだ。ブルーの能力を引き出せればこんな作戦楽勝だ。もっともそう簡単に乗りこなせるものではない。そいつの前のパイロットはシステムが暴走して死んじまった。そう、お前たちに襲いかかったあの時のことだ。Thank you.
博士、ベンジはこれほどの被害を受けるか。ユウ、もうそいつを手足のように扱ってるじゃないか。よし、これからが本番だぞ。施設の突破に成功したユウ。しかし敵はブルーが基地に突入する前にミサイルの発射体制に入ってしまう。これを止めるにはコントロール施設を破壊するしかない。ミサイル発射まであとわずか。果たして残された時間内に破壊することができるのか。タイムリミットの迫る中でブルーがその隠された本当の力を見せる。敵がミサイルの発射体制に入ったようです。ユウ、すぐに発射を阻止してください。ミサイルを発射されたら部隊のみんなが。コントロール施設は基地内に分散され複数あるようです。データによるとその数は全部で5機。その全てを破壊してください。時間がありません。急いでください。俺だ、アルフだ。ユウ、ブルーに搭載されたエグザムシステムは一定時間だけ機体の性能を大幅に上げることができる。今からそれを使え。それしかこの作戦を成功させる方法はないぞ。いいか、ユウ。タイムリミットで機体がオーバーして停止しちまう。
ユー、俺だ、アルフだ。よくやってくれた。お前ならやってくれると思っていたぜ。これからも貴重なデータをたんまり頼むぜ。さすがですね、ユー注意。本当にすごいです。ミサイル発射の阻止に成功した U。 しかしそれはエグザムというシステムを積んだ機体とパイロットである U の精神力を限界まで酷使してやっと成し得た勝利だった。そんな U とブルーに非常にも新たな命令が下る。カリフォルニアベースで戦う U 軍と共に敵の掃討作戦に参加しろというのだ。 U とブルーに休息の時はない。新たな作戦指示が出ました。 U、 このまま南に移動しカリフォルニアベースの掃討作戦に参加してください。ジオン軍のミサイル基地の破壊により背後の脅威を取り除かれ、 U 軍はかなり有利に戦いを進めています。今回は楽な戦いだと思いますよ。頑張ってくださいね、 U。 U、 やってきたか。お前の分も取っといたぜ。これで勝ったも同然ですね。ここはもうダメだ。各員に撤退せよ。部隊の撤退を支援せよ。
い方が出やがった。そっちに向かってるぞ。天より舞い降りし、もう一機の青きマシン、イフリート。その両肩は、敵の返り血を浴びたように真紅に染まっている。ジオンの誇り高き騎士、ニムバスの狩るこの死神に、ユーのブルーが対峙したとき、お互いのマシンに共鳴現象が起こる。深くうなりを上げる二機のマシン。エグザムという同じ魂を持つ者同士の、宿命の戦いが始まる。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。どうやらエグザムを扱えるパイロットが乗っているらしいな。よし、私とお前どちらが真にエグザムに認められた騎士か、勝負をつけようではないか。ゲームには勝者と敗者を決めるためのルールがある。しかし本当の戦いにはそんなルールはない。あるのはただ一つの真実のみ。戦いが終わって生きている者が勝者で、死んでしまった者が敗者だ。エグザム同士の戦いで共にそのマシンは破壊された。しかしパイロットは、ニムバス隊、よくぞご無事で。しかし、大事なイフリートとエグザムを失ってしまった。それですか。実は諜報部より連邦のエグザム研究所を発見したとの連絡がありました。
何？連邦のエグザムモビルスーツ1機とクルスト博士も確認されています。ついに見つけたぞクルスト。首を洗って待っていろよ。連邦軍のエグザム研究所を襲撃し、ブルー2号機を奪取する任務バス。残された3号機に乗り、それを追う U。 エグザムをめぐる熾烈な戦いが繰り返される中で、やがて戦いの舞台は宇宙へと移っていく。次回、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者。君は青き死神と戦場を駆ける。